3曲目は Misery Tonight。 Misery Tonight ですね。唯一このミニアルバムの中で唯一の英語のみの曲ですね、歌詞が。で、この曲作った時はもう本当に多分20分で全部出たんだよね。つまりなかなか出会えないような、そのすぐ全てがもう奇跡的に降りてくる感じ。ギターのコードとメロディーも言葉が全部その自然と出てきた。だからそういう意味だとすごく特別な存在の曲ですね、僕にとって。まあ、Misery Tonight、なんだろうな、これは難しい。日本語訳はまだつけてないんだけど、じゃあどういう意味ですかって聞かれると困るんだよね。これすごくまたちょっと曖昧な感じだから、まあ、簡単に説明すると、なんていうの、Misery っていうのはまあ日本語で言うと、まあ、近い言葉が惨め。その惨めとかその哀れ、そういう、なんだろうね、自分がかわいそうとか、その悲しみとか、そういういろんな、感情が含まれてる言葉なんだけど、この Misery Tonight っていうのは、その Misery、惨め、その言葉じゃなくて存在っていうふうに扱ってんだよね。なんかもう惨め、お前は、だそういう惨めっていう存在の人にのものに喋ってるような曲になってんだけど、やっぱり自分が落ち込んでる、自分が一番なんか落ちてる、悲しい、苦しい、もう惨めだなっていうその状況にいると、そういう時こそが自分が生きてるんだなって思える。もちろんその時も自分も死にたいと思うけど、死にたいって思うこと自体が自分が生きてるんだなってことにつながるんだよね。すごくちょっとね、ちょっと複雑だけど、だから結局その惨め、お前は大嫌い、なんでお前まだいるんだよ、お前のせいで俺は死にたくなるんだよ、でも結局お前がいるから俺は生きてる喜びまだ感じれるし、その、まあ、人生の素晴らしさにも気づくこともできる。まあ、内容はそういう曲ですね。で、これはもう、レコーディングの時は、撮り方で言うと、すごくマイクに近い感じ。普通はちょっとこれぐらい離れて歌うんだけど、もうほぼオンマイクで、もう囁くに近いような気持ちで歌ったら、もう、すごい感情が溢れ出して、結局、この、多分アルバムになったこのバージョン、この音源レコーディングはボーカルは一発撮りで、撮れたんだよね。なかなか無理ですそういう曲です、Misery Tonight、まあ、英語なんだけど、ぜひちょっとそういういろんな感情になってその音で感じ取ればいいなと思ってます。じゃあどうぞ聴いてください。